皆さんこんばんは、リサです。ハナーです。ハナーです。またな、やめてそれ使うの。はい、というわけでですね、今日はすごく寒い、よく晴れたとある日です。というわけで、前々からお掃除をしようと思っていたバルコニーのお掃除をしたいと思います。で、私が年末のね、お掃除で使いましたケルヒャーもすごくね、あの活躍の場を待っているというお声をたくさんね聞きましたので、ケルヒャーの方を使ってブイーンとやっていこうと思います。前回はね、お風呂場だったからいまいち分かんなかったですけど、このバルコニーは前手でね、ブラシでお掃除して以来全然やってなくて、結構苔とか根強い汚れも溜まっているようですので、あのケルヒャーもすごい出番があるんじゃないかなと思って、はい、やっていこうと思います。で、皆さんね、お気づきかと思いますが、もう杉が飛びましたよっていうのが発表されたということなので、花粉症対策をバッチリやりながらやっていこうと思います。ということで、あれ、なんか全部ぶっ飛ばしちゃった。ちょっと困ります。あれ、あんたどこやったの。あったでは一つ目はですね、こちらいただいたやつなんですけど、花粉や大気汚染物質などもブロックしてくれるクラランスから出た UV マルチ 5P モイスチャライジングマルチデイスクリーンというものですね。こちらを顔に塗っていきます。顔や首ですね。ローズのカラーでちょっとトーンアップしてくれますが、それは皆さんにはね、見えないかと思います。まずはこちらを塗っていきます。ね、お掃除やるにも下準備がね、大事ですからね、皆さん。やっぱりね、下準備していってください。もう花粉はね、大変なことになってますからね。はい、ということで、塗りました。はい、で、次はですね、顔に付着したら嫌なのでね、一応これは予防的にやっていきましたけど、日焼け止め効果もってことで、久しぶりの登場ね。はい、こちらの方をつけます。これをつけることによって、物理的にシャットアウトします。顔につくのをね。はい。いい感じでぴったり、うん、しておりますね。あ、いいですね。はい、というわけでですね、次はですね、こちらのタオルですね。タオル何に使うのかなって言いますと、首の付着を防ぎます。このように中途半端な感じなんですけども、やっていただきまして、次、はい、こちら、はい、一石二鳥ですね。素晴らしいスタイルが、ちょっと見えないのでこうしておきますけどもね。はい、っていうことで、次がですね、これはゴルフ用のものなんですけども、はい、目ですね。目からも入りますので、この内側のところから皆さん入れてあげてください。はい、いいですね。うん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 、はい、これね、大体いいかなと思うんですけど、最後の仕上げでこちらですね。はい、マスク。まあ、お外での作業になって誰かとね、会うってもんでもないのに、布でもいいかと思いますけど、まあ、どっちにしろ物理的にこう肌に直接つかないので、肌の荒れの心配ありません。はい、こうです、こうです。皆さん、これが正しい花粉のシーズンのお掃除の仕方。こうであれば、もう肌も日焼けも花粉もバッチリということで、やらせていただけるかなと思います。本当にもうめちゃくちゃ目にも出ちゃうなっていう方がおりましたら、まあゴーグルにしていただくのがいいかなと思いますけども、ちょっとあまりにもね、それだとあのキッツキツになっちゃうかなということで、今回はこちらのあまりこう動かないタイプのね、運動用のサングラスでやらせていただこうかなと思ってます。立体式なので、そんなにね、声もこもらずに聞こえるのではないかなというところで、下準備ができたので、早速バルコニーの方へ行って、私の大好きなケルヒャーを使っていこうと思います。もちろんね、あの日焼け止めの意味も込めて白、そして長袖でやらせていただいております。もし気になる方はこちらを閉じていただきますと、前方の首元も守れるという風になっております。完璧になったところで、じゃあ早速アウト。始まりました、始まっちゃいました、ということでね、かっこいいのがやってきました。
はい、完璧ですね。終始完璧です。完全な完全な完璧ですね。前回はね、お風呂のお湯を溜めてそこからやっていきましたが、今回はこのバルコニーのところに水道がありますので、そちらの方につないでやっていこうと思います。犬ちゃん怒ってる。犬が怒ってますね。すごい汚くていいですね。映えますね。はい、でソースの方をつなぐのかな。これはでも釘なの？結構レベル高いな。外したらこうなったんで、多分またすでにあそこにもともとついてたんですよ、ホースつけれるのは。なんでこうつければいいだけ、ワンタッチで。はい、こういうことでしょ。うん、これで大丈夫だと思うな、多分。ちょっと初めて、あ、危ない。カチャって言うまでだね、それがポイント。あ、やだ、下がってきちゃったわ。はい、こうしたら OK だと思います。そして、今回もこの一番強いスピンのやつね、これ見たんだけど、これが一番強くて、こう回転しながらこういう苔ですとかしっかり取っていけますっていうもののようなので、こちらでいきたいと思います。で、ここにね、置いておくのは建設的ではないので、ほら、おいで、私の愛車よ。電源入れてホース繋いだ。まだストッパーかかってる。まずは電源つける。電源つける。マックスじゃなくて弱めにしとく。はい、これで出るはず、これで出るはずだ。さあ、この汚いベランダがどうなるのでしょうか。ちょっとあそこら辺は枯れ草はちょっと私の管轄外なんで知らないけど、やってみましょう。あ、いいよ。素敵ね。マスターしました、使い方は天才ですね。で、これは弱なので、住んできて知らなかったんだけど、ここ開くんだけど、こっち掃除できるんだ。なんだ、知らなかった。お掃除の幅広がっちゃった。やったね。
い、というわけで綺麗になりました。やっぱもう足が冷え冷え。完了しました、ブルブル。というわけでバルコニーの掃除は終わり、イエイ。メディア掃除を開始します。水タンクの水量から水の量を確認してください。うん、来るよ、あいつが。アナ邪魔しないで。水拭きしてんの。水拭きしてくれてんの。水拭きしてくれてんねん。乗れる？乗れそう？乗れなそう？アナ、カメラでさ、障害物って認知されるからそこいないで。具合に水拭きしてくれてます。水拭きモード3段階やって、爪少しウェット目とかできるのでお好みに合わせて。そう、だからこのロボロックで上が汚いからこう怒りすぐたまんちゃん。いいよ、ついてかなくて。働き者ね、君は。君は、君はどうなの。山田よ、ほら尻尾吸われるで、尻尾吸われるで。吸いながらね、掃除もしてくれてます。はいね、今日米吹き飛ばしたんですよ、私が。ちょっとなのでやってくれてますね。ありがとう、たまにね、ありがとう。そうでもしてくれてます。アナが悪い、これだよ、これだよ、アナが悪いよ。アナが邪魔したよ、アナがロボロックさんの邪魔したよ。アナが邪魔したがぶつかったんだよ。ロボロックさん悪くないよ。さあ、洗濯槽クリーナーして、犬はどいててください。犬には有害かもしれません。これで久しぶりなので3時間ぐらいつけ置くって書いてあったから、シャーって入れて3時間つけて普通で洗濯回しましょう。犬を締め出したところで、これをの全体に、自分的に全体に行き渡るようにやってみたわ。うん、このモードがあるの知らなかったけど、タブクリーンで良さげ。調べた結果、あ、いいね、そう、回して回してよ、そう、回してよ、そう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 、攪拌して攪拌してさ、混ぜて混ぜてさ、そう、全体に行き渡らせてさ、そうだよそうだよ、その調子だよ君。やっちゃってやっちゃって、いいよ、回ってる。それが見たかったんだ私。そう、これ今日見つけちゃった。今日はバルコニーの鍵だったりタブクリーンだったり、いろんなものを発見しちゃう。
占いでは多分今日は私1位だったな。占いの結果、今日はいろいろな発見があるでしょうっていう、そういう日だった気がします。はい、じゃあ層をきれいにしてる間に犬とロボロックさんの監視を続けましょう。はい、というわけで、まあ家にいることが多いので、最近のオフの日の過ごし方はまあこんな感じで、掃除してることが多いですかね。あとお洋服片付けたりとか。皆さんは最近はお休み、オフの日はどんな風に過ごしていますか？というわけで今日の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。